皆さんおはようございます。ファーミングシミュレーター22欧米論編、今日も続きをやっていきたいと思います。現在ですね、3月の朝を迎えております。こちら、メインの30番の畑で、草の収穫作業ですね、今やってるんですけども、前の大型トラクターで草刈りをしてもらって、今後ろの中型トラクターで、草を集める作業ですね。先日あのウィンドロワーの大きなやつ買いましたので、こちらの方で、今集めてる最中ですね。で、今日はですね、これが終わった後に、ベールにしてラッピングして、でベールローダーで集めて、でその後に天才の作付けして、でローラー掛けまで行きたいというふうに考えております。結構長い一日になりそうなんですけども、はい、張り切ってやっていきたいと思います。それではですね、ちょっと早速なんですが、これからですね、ベールの、ラッピングが終わるぐらいまで、ちょっとどこまでかわからないんですけど、多分そのあたりまでちょっと早送りでご覧いただこうと思います。それではですね、今こちら30番の畑にですね、カルティベーターをちょっと当ててる途中ですね。はい、今までですね、草をですね、刈り取りして、でその草を集めてベールにして、でそのベールにラッピングをして、ベールローダーで集める作業をですね、ずっとやってまして、で今刈り取り終わった上からですね、カルティベーターの方をちょっとかけるような、そういう作業を行っているところですね。はい、草の方はもう
ほとんど刈り取り終わりましたので、あとはまあサイレージになるのをちょっと待つということですね。で、集めたベールはですね、一応ベールを売るところにですね、今ストックしてます。まあ時期を見てそちらのベールは売却しようかなというふうに思います。はい、そしたらですね、今日のメインの仕事というかメイン作業である天才の作付けの方をですね、ちょっとやっていきたいと思います。はい、じゃあちょっとまず土の状況を確認しますね。はい、ちょっと降りまして、こっちの方が草を刈り取った状態ですね。まあ草収穫済みということで、まあ肥料が散布済みが 50% ですね。でこの 50% は草を植えるときに、まあ、肥料をまいているので、それが残っている状態ですね。でこちらの方はそれにカルティベーターを当てた状態なので、まあ、特に、まあ、リセットされたという感じでしょうかね。特に状況は変わってないですね。まあ、草という表記がなくなったということですね。はい、そしたら、ですね、今こちらプランターをつけた中型トラクターをですね、スタンバらせてます。こちらですね。種の確認は天才ですね。こちら、天才の方の発種作業を、じゃあ、スタートしたいと思います。はい。じゃあ、レッツゴーですね。まあ、最初からもヘルパーさんにお願いしてますが、はい。まあ、こちらのねプランターの方は何度かご紹介してます。ひまわりとかですかね、ひまわりとか、あとトウモロコシもそうですかね。まあ、こちらのプランターを使って、まあ、種まき作業、まあ、作付け作業ですねをしています。でちょっとショップ画面で見るんですが、こちらのプランターで作付けできる植物が、トウモロコシ、ひまわり、大豆、天才ですね。で、あと、綿が、まあ、作付けできるんですが、で、今回天才やってます。で、残るは綿だけですね。で、もう一つの方の、こちらの葉式の方ですね。こちら、私が持っているのはこれですね。で、ここに出てる、まあ、種のまける植物は、もうすべて、一回栽培しましたので、まあ、コンプリートしたということですね。で、あと、別で植えたのがジャガイモですかね。だから、あとは、プランターで、まあ、まあ、今、天才植えてるので、まあ、天才はまあ、植えたとしたら、あと、綿と、まあ、あとは、だから、サトウキビとか、ぐらいですかね。まあ、林業とかはね、ちょっとまだ全然やる予定はないんですが、そうですね。だから、あと、綿とサトウキビ。このあたりですかね。結構、だから、いろんな種類の作物を、まあ、育ててきたということですかね。はい、じゃあちょっと種まきした後の土の状況をちょっと見ていきましょうか。はい、ちょっとすいません。こちらの方が葉種後の、葉種後というか、まあ、作付け後のテクスチャーですね。ですね、作物の種類が天才ですね。で成長中で生産ボーナスが 73%、肥料散布済みが 50% で雑草が、成長中と、でローリングが必要ですよということですね。まあ、この辺はもう大体どの植物の作付けでも同じような感じでしょうかね。だから、とりあえずこちら今大型でカルティベーター当ててるんですが、まあ、これが終わったらですね、次ローラー作業ですね、そちらの方も一緒に行っていきたいなと思っております。はい、そしたらこちら
まあ、橋作業ですね、人事というか今からずっとやっていきたいと思いますので、ちょっと時間かかると思うので、あのしばらく早送りでお届けしたいと思います。それではですね、今日はですね、朝からずっとですね、こちら30番の畑で、作業をしてきました。で今日の、メインイベントである、天才の作付けですね、こちらの方が終了しそうですね。はい、今終了です。お疲れ様でした。はい、じゃあこちら私の方変わりまして、プランターの方はですね、ちょっと汚れてるのでちょっと洗車してですね、あのガレージの方に戻しておきたいと思います。で、あとローラー作業の方は、今まだ続いてますね。はい、後ろの方からローラー作業してもらってますので、まあ、引き続き、お願いしたいと思います。じゃあちょっと一回ちょっとトラクター止めまして、土の状況をちょっと確認します。ローラーを当てた状況の方がいいかな。はい、あー綺麗ですね。うん、いいですね。はい、じゃあ作物の種類が天才ですね、成長度が成長中、生産ボーナスが 75% で、肥料散布済みが 50% ということですね。で、雑草が成長中なので、まあ、草刈り機を当てる必要があるのかな。まあ、8週後、草刈り機を当てれば、まあ、もう草生えてこないと思いますが、あの、私、除草機、クワを持ってますので、あの、多少生えてきても、それで除草をすれば大丈夫なので、まあもうちょっと後でもいいですね。ちょっと時間があれば先にやっときたいと思います。はい、いやー綺麗になりましたね。まあ朝からもともとここ草が植わってまして、その草を刈り取って、まあ集めてベールにして、ベールをラッピングして、それを集めて、でそれを売却する場所にストックしたと。そうですね、前半戦はそんな感じですね。ただもうほぼ早送りでお届けしてるので、多分もうギュッとなってると思うんですが、あの実際はかなりの時間をかけてやってます。でその後に、天才の作付け作業ですね、まあ、今日のメイン作業である天才の作付け作業をやってみ、ました。いかがだったでしょうか。そしたらですね、今日はこの辺りで、終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。